入ったね。お願いいたします。高田さん、高田さんこの試合で抜けますか、それとも俺まだいけるな、もうちょいいける。 OK、 あ、抜けた方がいいんだったら抜けるし、いや一応12日まで抜けないでほしい。あ、じゃあ一生やってほしい。一生全然この後の予定の人から連絡を。一生やってほしいは草だ。10秒後にエキルとサボタージュをお願いします。カミさん、チャンネル登録ありがとうございます。また良いね。あや、誰だ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 、 やばいこれは。ゲンです。多分 O2 じゃないですか、これ。O2 ですよね。あ、ですよね。めっちゃ人いるなと思って、逃げるんですよ。4人ぐらいいたんですけど。え、サントスさんじゃないかな、俺見たんだよ。いや、いや、私普通にタスクやってました。で、タスクやる前にクルイル見ましたけど。いや、あと僕の目線ではサントスさんか高田健一さん。あれ、他に誰かいましたっけ。ナイトメアは O2 にいる。容疑者。ナイトメア、サントスさん、慎太郎さん、ゲンさんも、ゲンは O2 に1人めっちゃいたんでナビゲーションに逃げました。あ、じゃあ高田さんもか。俺一番後ろから入ってる、一番最後に入ってちょうど切る瞬間を見たから。ナイトメア、慎太郎、高田以上な感じ。サントスさんもかな。私で高田さん一番あいつから来たと言ってる、サントス、あの高田さんがサントスさんっぽいって。でもそんなにいたんだって感じ。なんか俺からは被ってたんだろうな、多分なんか人2人ぐらいしか見えなかったもうね、重なってた。僕もね、あのタスクやって終わった瞬間レポート出たけどマップひあのね押せなかったぐらいのタイミング。私はまだタスク中ですね。タスク中になりました、うん、私はあの何もだから誰がいたかも確認する余裕もないぐらい。はいはい、聞きたいのが高田さんが入ったのが後の方って言ってたんですよ。一番最後、一番最後もう鳴る瞬間に入ってる俺。入った時に死体ってどんな感じになってたって。いや、切られた瞬間ぐらいだった。じゃあ高田さん違くないか。切られて、バタって倒れる、うんうん、黒色がバタって倒れたみたいな感じ。じゃあ高田さん外れて候補としては慎太郎さんとサントスさんとナイトメアさんの3人じゃない、この3人かな。え、1個、え、ナイトメアさんって言いました。僕あんまりあいたんですか。いたんだよ。サントスじゃないから一番近かったのサントスに見えたんだけどな。まあ、ナイトメア、慎太郎、サントスの中にまあ一郎と。サンローラーってどうすか。別に私そんな臭いなら釣ってもらってもいいですけど、サンローラーってきついですか、村的に。もしくはサントスさん落としたら僕と慎太郎さんセットで動かすぐらい。あー、でもそれだとしたら一回スキップしていいと思うけどな、うん、スキップする。さすがにゲンとしてはもう一キルぐらい起きた時に今言ったお三方が動かす。じゃあ高田さんにしてみます。私臭いと思ってるんですよね。高田さん私にしてみ、じゃあナイトメアさんと行動しますか。あ、じゃ あ, あ, じゃあ俺サントスについていけばいいの。じゃあナイト慎太郎さんついてきて僕が助けやるから。わかりました、わかりました。俺はサントスと行きますよ。で、どうしよう。ミュートにします。早いな。はい。何も話すことはない。高田さんとサントス、イベント入ったの見たぜ。すいません、高田さんとデートする約束だったのに途中から振られてどっか行かれたんで。イベント入ったの見たぜ。イベント入ったの見たぜ。誰誰誰誰ですか。先にピカクロスで確認するんですけど、うん、配電盤の前に3人いましたよね、僕と含めて。いたね、はい、ゲンもいましたね。うん、Aさんです。一個言うと、ごめんなさい、あの確かにそうなんですよ、はいはい、源さんがいて、私その後、
一回あのその後エレクトリカル出たんだけど、確かセンターさんと一回出た後にもう一回戻りましたよ、ね。そうそうそう、一緒に多一緒になんかでやっぱ引き返そうってやったんだよね。でその時にすでにゲンさんがいなくなってて、うん、いなかった、うん、だから私たちが見えてない範疇で出たのか否かが判断できなかったから、うん、どっちなんだろうなって私も思ってた感じです。そう、入れます。もう勝ち確じゃないですか。だってピカクロスさん、センターさんの二郎って絶対ないじゃないですか。ないですね。だからゲンさん、カクロウの、あとサントス、シンタロウ、ナイトメアの4釣りで足りない？ちょっと自信ないけど、出れる隙間なかったですよね。いや、それだったらもう。普通にエレクトリカル出ただけですよ。てか、センターさん、それ、しかもボタンを押したのがサントスさんなんですよ。めちゃくちゃじゃないですか。なんでセンターさんボタン押しに行かないんですか？押し行ってましたよ。押せてないじゃないですか、ね。カクロスさんが分かると思う。僕がもう上見た瞬間に向かってるから。別にセンターさんの話は破綻してない。あと砂ザメさんもすれ違ってるから、僕が言ってるのを見てると思う。センターさんの行動は見てて、先端銀が停電直しに行って、はい、で、あ、ゲンさんも行ったんだって言って、私がエレクトリカル入ったら、あれゲンさんいねえみたいな感じのことで、私も印象を受けたんで。結構センターさんの言ってることは白目に見えるかな。それはちょっとアリバイがないだけで弁当入ったってことに確定させちゃうんですか私。結局ゲンさんはエレクトリカルに入ったけど出たその後いなくなってたってこと。出てない出てない、いや絶対出てない。 100出てない。入れて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 、いや入れ、ゲンさんに入れてタスク勝利で終わり。センターさんまでローラーしてください。私に入れるのは絶対。ピカクロさんがどのくらいのターンで U ターンだから、これ普通にセンターさん見間違いとかの可能性一切追わないんですね。これ絶対センターさん聞いてください。シンタロウさんとりあえず下に行きます。オスカーじゃ白照明で、先に喋って後黙ります。まず、ゲンさんが多分直したよね、ピカクロスさん。うん、おそらくは。で、ゲンさんが直してるので、僕と、え、違うわ、僕が直したんだっけな。あ、僕が直したわ。僕は左3つを直したのかな。ゲンさんが先いて、僕が左3つ直して、ピカクロスさんが、その後か前かに入ってきて、ゲンさんが奥に行って、で、僕とピカクロスさんが出るってなった時に、いや、やっぱタスクやろうと思って僕が引き返しました。それを見てピカクロスさんも釣られるように引き返していったら、ゲンさんの姿なく弁当を使っていた人がいました。ローラーかけてもいいですが、お任せします。その ピカクロスさん目線を正直聞きたい。今のセンターさんの表現がどのくらい白いか。ほぼ事実で、私とセンターさんが部屋出た瞬間、私もタスクがあるからこなさないとって思って戻ってるんですよ。え、てかこれ、いや、だから、先端ピカクロスのケアだけ一生してればいいから勝ちじゃない。いや、いや、ピカクロスセンターにミロは絶対ないです。絶対ない。あの、最初の O2 が殺す。最初の O2 にいないから、そうですね、一郎いるんで。だからもう招集、勝ちですよね。招集起こる前、ロアエンジンらへんにいた人っていません？僕ストレージにいて、ゲンさんがこっちには来てなかったんで、そのエレクトリカル から出た後に出たってのが、歩いて出た証明ができる人ってこと。じゃあ俺サントスに入れちゃおうよ。ピカクロスさんって、あ、一個いいですか。ピカクロスさんはゲンさんが弁当に入ってる姿は見てないんですよね。見てはない。センターさん弁当開くの見えました？見えました。見えたから僕はもう言いました。弁当は、弁当は、弁当が開くのは見えて、入る姿は見えませんでした。暗闇の中で見えましたが、ゲンさんがいなかったので、私は押しに行こうとしたら、サントスさんが押されました。で、今回押してるのは私です。スキップに入れました、私は。いや、俺はサントスに入れた。任せます。宝さん、デートすっぽかして、それはひどい。あ、でもまあ、よかったよかった。あれ、イチタさんがロアエンジンって言いかけたけど、あれのは、ロアエンジンで言った人がいたんだったら、原産白になるよねって話をしてなかったから、付き合ってね、ちゃんと。なんか、弁当入った報告したの初めてな気がするんだけど、入られた報告なら死ぬほどされたけど。you
ちゃいましたね、完全にね。走れ恐怖症君、頑張れ。手紙を運ぶんだ恐怖症君。恐怖症君って言うとね、ドキドキ文芸部を思い出すな。あー、もしかしてそれって先端恐怖症さんが実況投稿して結構評判もいいドキドキ文芸部実況の話ですか。それはこれは見なくっちゃ。エレクトリカル行ってみよう。3、1、3、1、2。あ、いるね。なんか。タイミングもあるか。しっかり定期的に押してほしいんだよな。ボタン押せないんだよな、もう。ボタン押す意識を高めてもらえばよかった。んーしゅ。これさ、え、音声認識されるってどういうことですかって言ってた人いた。コメントで、動画のコメントで音声認識のことをもうちょっと詳しく教えてくださいみたいな。ピュアミンがいましたね。罪悪感やばかった、そのコメント見たとき。停電前に8人ダメ。ダメ。チャンネル登録ありがとうございます。よかったら高評価、ツイッターフォローもよろしくね。ガクロス、おかげさまでね、チャンネル登録6万人ということで、いつもありがとうございます。皆さん。和田さん。チャンネル登録ありがとうございます。1個じゃん。下意味もあるか。おー、下の子、下さん、マスクでいきますね。これチャンネル登録ありがとうございます。終わってんのかな、砂溜さんとか。おお、めっちゃ砂だ。長かったっすね。おどこ？カフェテリアの上です。カフェテリアの上？この手で治ったらさすがに押した方がいいかなと思っ
でカフェ。ナイスナイスナイス。これね、あ、まあいいや。え、じゃあ、サントスじゃない。いや、もう一生一緒にいたでしょ。これね、多分俺が疑われると思うんですけど、ナイトメアさんと俺、あの、停電ではぐれちゃったんですよ。うん、だから、え、サントスさん、高田さんはずっと一緒にいたんですよね。最後の停電だけはぐれたけど、それでカフェテリアには無理。ロアエンジンにいたから。間に合わないね。カフェテリアに殺しに行くことできない。あ、でもこれだったら、あれ、これ僕目線おかしいことになるけど、それだったら。原産が狼じゃなくなっちゃうんだけど、それって原産ほぼ狼でいいと思うけど、原産が狼だった時ってだから、このキルにサントスさんも高田さんも関与できないってことですよね。え、もう一人、え、もう一人いたよね、確か初手の位置慎太郎さんじゃないですか。停電前はドミ見てたんですけど、4人いたはず。あ、でも死んでるから、そっか。あ、そのうちの3人が僕と慎太郎さんとナイトメアさんです。そっか。あ、じゃあこれね、僕吸って終わらないから、え、誰になるんだろうこれ。てか、まあ、え、初手、今日はスキップします。あ、まあ、あと0.8 ゲージ分ぐらいなんで。あ、まあ僕もタスクだともう少し2割ぐらいで終わるから。2浪いるって思ってる人いないですよね、さすがに。あ、それはないので、じゃあいいよ、スキップしよう。え、原産じゃなくて2浪残りでサントスもとかって感じじゃない。めちゃくちゃ。最後停電直したの誰でしたっけ。誰だっけ。センター出てきてたよね、確か。うん。あ、で、それ、やっぱサントスさんですよね。サントスさんが直したんじゃないか。いや、直してないですよ。いや、直してない、直してない。サントスさんじゃない。あ、違うんだ。あれ、誰だっけ。誰だろう、最後。じゃあ、高田さんについてきます。高田さんのタスク優先していいですよ。あ、マジ。まあいいや、じゃあ僕誰についていけばいいですか。多分単独行動しない方がいいと思ってるんで。じゃあ市田さんじゃないですかね。はい、セルフレポート説。市田さん、慎太郎さんで。あ、わかりました、わかりました。俺タスク終わってるんで。にゃん。にゃじゃないんだわ。にゃじゃないんだわ。これめっちゃ原産一か八かでエレクトリから入ったんだろうな。まさか引き返すと思わなかったな、二人とも。慎太郎さんかな。視点詰まっちゃったのかな、シンプルに。危ねえ、また近づきすぎるとこだった。危ねえ、もう油断しちゃってんのよ、もう。岩釣ってる。エレクトリカル回せる。暇だし終わってるよね。永遠にセキュリティ見とる人おるんやけど。飲み行くか。バグか、ワンちゃん。終わってんのに終わってないバグか、これ。あー、なことね。はい。十字路ですね。リアクターアッパーエンジン、セキュリティロアーエンジンのところ、十字路の上に茶色ですかね。市田さんが死んでました。誰がいたっけな、サントス、スナザメ、シンタロウ、イチタかな、多分あの十字路にいたので、多分高田さんは相変わらずずっと一緒にいたので、高田さん無理です。高田さんはちょっと離れた位置にいた気がする。そうで、ピカクロスも違うかな。で、多分、うん、私も多分十字路の真ん中ぐらいに
たので、で上にいたのが慎太郎サントスに見えたかな。ね、多分これ僕目線原産がオオカメじゃなくなってるんですよ。ニロいないとあの動きができないから。いやで私目線もなんか慎太郎さんの方が近かったような気がするかな。僕がオオカメの方ってどういうことですか、慎太郎さん。まあ多分慎太郎視点じゃあサントス高田じゃない。そうなんですよ。じゃあ僕がオオカミの場合って死にに行ってませんか。ペア組んでる人を優先的に殺しに行ってるから。僕生田さんと行動はしていたんですけど、僕の方が先行しちゃったんですよ。でだから死体に気づかなかったんですよね。あだから俺が疑われてるのはしょうがないんですけど、シンプルに慎太郎さんの視点が詰まってるだけだと思ってますけどね、はい、僕はだって正直慎太郎さんまあでも僕はスキップします。僕はスキップします。マジか。タスクで勝てるでしょ、もうだって。まあ、タスクで勝てるけど、1個だけずっとカメラ、ね、あ、残ってる。あ、ピカクロさん喋って。僕タスク終わってないから。ピカクロさん喋って。ピカクロさん喋って。ピカの情報が欲しいですね、うん。ずっとカメラを見ていて、十字路上方向に一田さんと抜けたのが慎太郎さんだけで、その後砂溜さんとサントスさんがチラッチラッて上の方行ってたけど、結局行ってるのはその人たちだけなので。うん、多分慎太郎さんで間違いないと思ってるって感じかな。無理慎太郎。なんかキルボタン誤作動したんですけど。まあ、いや組んでるんだったら釣ってくれよ。いやー、まあ、どっちでも元が大先輩ですね、これも。人生初のベントゲーかもしました。見ちゃったなこれ。あれ結局イスタさんがそのアドミンでロアエンジンに一人いたってのは誰だったんですか結局。あれは僕がストレージ側にいたんで、ゲンさんがエレクトリカルから歩いて出てるんだったらストレージ側には来てないから、ロアエンジン側に誰かいたんだったら目撃してるよねっていうことで、センターさんが嘘になるよねっていうことの話だから、別に見たというそういう話ではないよ。あ、アドミンで誰か見たってわけじゃないんですね。あ、失礼しました。ロアに誰も結局いないから、原作の証明が白証明ができなかったっていうか結論。高田さん一生疑ってたじゃん俺のこと。いやだってもう一番下に近かったからさ、でもカフェで死体サントスじゃないみたいな衝撃だった。あれで高田慎太郎さんがもう素晴らしかったです。私も僕も最後ここまで粘っていただいたのがもう本当にありがたいというか、本当にごめんなさいという気持ちです。いやいやいや、サポータージュしようとしたら間違って一田さん切れちゃって、あれあれだ俺じゃないサントスさんら辺をキルしようとしたのかなって思ってた。はあ。だ私もあんなところで死んでると思わなかったからびっくりしました、ね、そこで殺すの大胆すぎないと思って。いやなんかすごいめちゃめちゃ引きましたね慎太郎さん。確かに。いや引きましたね。だね。いや最初のキルめっちゃ気持ちよく決まったんで僕満足です。いやー本当に素晴らしかったです。元サキルも完全に理解したら慎太郎さん。いやもう完全に理解したキルさんって。いやなんか4人固まってるからもうおみくじで誰かやれると思って。素晴らしいです、ね、おみくじっていうんだ。参加したかった。本当はリアクターに来れだったのに。いやでもだから行くかって言ったのが絶対キル起きそうだったんだよなあそこ。もう逃げたガチャが見た結果一番冷静に見て宝さん側サントスって言ってたからね、大成功。一番下に近かったから。ずっとそうだったじゃん本当本当に。その証言があったからとりあえずサントスさんを落として慎太郎さんと動けばまあずっと白証明できるやぐらいで思っちゃってたからな俺も、うん、でも最後もほぼみんなタスク多分タスク皆さんほぼ終わってましたよね多分、うん、終わった。そうですね終わってましたねタスク。僕ずっとナイトメアさんキルするかどうかで悩んでちゃったんですけど多分何がもう正解とかなかったんですかね。やっぱりさんが釣られてるし先に釣り以前でもうだいぶ勝ちの目は薄いかなと。ナイトメアさんの死体が見つからない位置でキルしつつっていう感じでした、ね、あれでもちょうどボタンのところに貼り付いてるとレポート光らないぐらいの位置で、うん、僕がうろうろしたから見つけたけど団子になったタイミングが何回かあったのでまたそれとかも怖い位置だったくらいですかね。いやでもそんな私言えません。